guess you were lying when I met you. ジロも毎日偉いぞ。いないちゃんたち、僕は一回熱でお休みしちゃったから、今年は解禁賞のお菓子袋はもらえないな。お菓子袋のためならおいら死にかけたって来るぜ。ママ、今年はお菓子じゃないって話だぞ。花火セットだって。まあいいか、花火なら。多分せっこい花火だぜ。ネズミ花火入ってるかな？煙玉だけじゃ嫌だな、おいら。セットっていうのは一個じゃないよな。俺、爆竹欲しい。俺も。最悪線香花火だけだったりして。やだな。待て、一郎！待て、こっち！おー！つまらんことで泣いたりしないで。ちいちゃんなんかにわかるもんか。お人形の顔にいつらのチンチンが触ったんだよ。汚い。おいらのチンチン汚くないぞ。洗ったばっかりだ。そういう問題じゃないのバカ。私の大事な人形が汚れてしまったらよ、もう二度と可愛がれない。あー、もう早く夏休み終わってくれんかな。あ？ジロ、この人形気に入ったみたいだね。すごく嬉しそう。うん、デブスマンがいらないって言うからジロがもらったんだ。よかったね、ジロ。なんだよお前、朝からずっとおいらになんか用か。
いちちゃんやめてよ、その遊び。え？なんか気味悪いんだもん。誰もいないのにいるように話す遊び。おい、またか。お前お化けだな。ほら、そういうのが僕怖いんだ。トータ、お前信じるか？え？いっちゃんのことなら信じるよ。オイラにはお化けが見えるんだ。じゃあ、あの事故で死にかけたから、そうなったって言うんだね。わからない。でもあれからなのは本当だ。いっちゃんが悪いことばかりしてるから恨んで出てくるのかい？ヒュー、ドロドロドロ。違うよ、みんなオイラに勝手なことを頼みに来るんだよ。他のやつには見えないから言っても無駄だろ。だからオイラのところに来ちゃうんだ。ちくしょう、おかげでオイラは大大大迷惑だね。ほっとも来る。ねえいっちゃん、僕の父さん見えるかな？見えない。上には見えないよ。母さんはいつも僕のことを父さんが空から見守ってるって言うけど、やっぱり嘘なんだろうか。空からだろ。雲の裏からならオイラには見えない。ソータの父さんにはオイラに頼むようなことがないんだろ。僕がいい子だから。うん、それにおじさんはああしろこうしろってオイラを困らせたりしないよ。父さんは立派な人だったよ。男の中の男だったんだ。何言うんだよ、魚が逃げちまうだろ。じゃあ僕あっちの方で魚取ってくる。危ないよ。あ？余計なことすんな。ジロはほっといても大丈夫だ。川は怖いよ。落ちたら大変だから。僕は川で死んだんだ。とんだドジ野郎だぜ。死んじゃったんなら諦めろよ。しょうがないだろ、死んじゃったんだから。どうせお前もオイラにああしろこうしろって言うつもりだろうけど、絶対聞かないからな。オイラは天で忙しいんだ。魚釣りはしなくちゃならないし、虫取りだって。僕はいいんだ、僕のことなら。だったら消えろ。雪姉ちゃんが。あ？雪姉ちゃんが一路ならできるかもしれないって。なんだよ雪お化け。ねえ一路、僕のお母さんを助けて。お母さんにちゃんと生きてくれるように僕の心を伝えて。ババアとは全然違う。あ、モミヤマ。お、うわ。ああ。ほら、ダメじゃないか。ひまわりを折ったりして。どこの坊主だ。いいか。ここのひまわりには二度と触るなよ。僕のお父さんなんだ。中学の先生してる。
いつもはとっても優しい人なんだけど、お母さんを守るためなら鬼にもなる。このひまわり、僕が種をまいたんだ。それでお母さんがとっても大事にしてるから、お父さんが。だったらお前のお父さんがお前の母さんを何とかしろよ。自分の女なんだろ。お父さんじゃダメなんだ。見て。ちょうど空き時間ができたから戻ってみたんだ。今日もいい天気だね。学校の朝顔、今朝はたくさん咲いてたよ。じゃあ、なるべく早く帰るからね。お母さんは、僕がいなくなってから誰とも口を聞かないんだ。お父さんとも。お父さんが心配してお医者にも行ったけど、心の病気なんだって。お母さんは、誰の話も聞いていない。見ても、見ていない。何にも心に届かない病気にかかっちゃったんだ。でも、僕の気持ちがお母さんに届けば、どうにかなるかもしれない。じゃあ、お前が自分で何とかしろ。できないんだ。見てて。お母さん。ねえお母さん、僕は死んじゃったんだから、僕のものは片付けちゃっていいんだよ。お母さん、お願い、元気を出して。こんなに僕のことが好きなのに、僕はこんなにお母さんのことが好きなのに、僕の姿はお母さんには見えないんだ。僕の声はお母さんには聞こえないんだ。僕にできることはもう全部やったんだ。夢の中でも何回も何回も、でもどうしてもダメだから一路に。無理だ。そんな人の話を聞かない奴にどうやってお前のこと知らせられるんだよ。イチロ、みんな俺に無理ばっかり言うんじゃねえよ。イチロ、毎度。あ、気の毒にな。まだ若いのに。子供なんか元気でいればまた作れるだろう。そういう問題じゃないの。しんちゃんはしんちゃん、替えはないんだから。そりゃそうだけどよ。お願いします。知るもんか。お母さん、やめて。え？お母さん、お願い。ひまわりなんかどうでもいいから、お願いだからやめて。お母さん。夕立ちだよ。雨に濡れるから早く家に入ってよ。お母さん。おばちゃん。一郎。おばちゃん、
ひまわり折ったり抜いたりしたのオイラだよ。原稿くれてもいいからうちの中に入れよ。子供に心配かけんな。おばちゃん、落ちないぞ。ほら、しんちゃん、手を出して。心配しないで、大丈夫だから。あなたは私の宝物なんだから。死んじゃったけど、いつもそばにいるんだ。お母さんが元気でちゃんと生きててくれたら、僕またお母さんのところに生まれに来るよ。僕はお母さんの子供で幸せだったから、お母さんが大好きだから、またお母さんの子供になりたいんだ。だから生きて、強く生きて、大丈夫だから。謝ったり礼を言えばそれで済むと思っているお前らが、オイラは大嫌いだぜ。聞けばお前はオイラより一個年下だって言うじゃないか。
にもかかわらず、イチロイチロと呼び捨てにした上、よくもオイラの体を表にしてくれたな、ちくしょう。どんなに嫌われても、イチロのピンチには、今度は僕がきっと助けに来るよ。うるせえ！お前みたいな甘ったれこそ、二度と来んなよ！ありがとう、イチロ。お帰りなさい。ちょっとお出迎えの格好じゃないわね。お母さん、ひまわりは強いからまた来年もきっと咲くよ。だから一郎を叱らないで。イチロはみんなを幸せにしてくれたんだ。いってえな、このクソババア。私の大事なお人形が。ジロの背中に人形をくくりつけるなんて一体何考えてんだい、イチロ。翔ちゃんが置いてきぼりにされたって泣きながらこれを届けに来たんだ。まったく、川に置いてくるなんて何かあったらどうすんだい。おいらほどの高校息子をありがたがるどころか二つも殴るとは。ゲー、お前のどこが高校息子なんだよ。言えるもんなら言ってごらん。だっておいらは生きている。なにまげてて、この子は痛い痛いだろ、この鬼クソババア。Don't pretend you're sorry, I know you're notKnow you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long.するからやっぱり出ちゃったじゃないかよ、ドザエモン。え、ドザエモンじゃない、ただの気のいいじいさんだって。何が気のいいじいさんだ。いたいけな子供を散々脅かしやがって。大体なんでチンチン丸出しなんだ。なんか吐け、チンチンじじい。お願い聞いてくんないと、おいちゃん毎晩夢に出ちゃうかも。